公開記者会見、前日会見を始めさせていただきたいと思います。まず代表しまして私の方からいくつか質問をさせていただきたいと思います。まず亀田選手からお願いしたいと思います。本日久しぶりに、ドラミッチ選手ご覧になったかと思いますけれども、久しぶりに会った印象、どういう印象でしょうか。皆様の方に向かって、お答えください。印象ですか。はい、印象は、前回とあんまり変わりもないですし、減量してるんでね、やっぱ小さいなっていうのはそれは、みんな選手減量中小さいですからね、そんな感じですね。改めて表情を見て闘志が湧き立ったとか、よし今回はそういう気持ちはどうでしょうか。だからそれはもう明日もね、今ここで気合いでもしゃあないですし、明日リングの上でバンバンするだけです。わかりました。対しますドラミニ選手、Good day everyone. It feels good to be back. Feels good to be back in Japan. My impression was, he's still the same guy that I fought 10 months ago. So seeing him doesn't really change much. The results are still going to be the same. 日本に戻ってこれてとても嬉しいです。トモキ選手に久々に会い、ただ前回と印象は変わっていません。今回も同じように勝つだけです。はい、ありがとうございました。続いての質問です。この一戦は皆さんご存知のように勝てば世界王座への挑戦権を獲得できるという大一番でございます。いよいよ明日その一戦がありますけれども、どういう試合をしたいのか、そしてファンの皆様へのメッセージ、お決まりでございますが、その辺を頂戴したいと思います。まず亀田智樹選手、よろしくお願いします。明日どういう試合をしたいのか、大一番です。その辺からお願いします。どういう試合でも今までやってきたことをね、明日リングでやるだけなんで、自分の仕事をするだけです。それ以上もう何も言うことないです。全国で多くの皆様が今現在、この映像をご覧です、なってます。そのファンの皆様に向けてのメッセージを今度はお願いします。今のスタイルをね、明日にやれば、もうすごい熱い試合になると思うんで、皆さん明日、会場で来られる方、アメオ TV で見られる方、俺が進化したところね、ぜひ見てもらいたいんで、楽しみにしておいてください。I'm just going to win on Saturday. The fans must just watch. It's going to be a good fight. I'm here to win. 明日試合をしっかり見てください。どのように勝つかは見ていただければわかります。はい、メッセージもお願いできますでしょうか。改めてですが。Just come out tomorrow to see some good boxing and watch me repeat what I did 10 months ago. 皆さん試合を見てください。結果は前回と同じように私が勝ちます。ありがとうございました。ですけれども、挙手の上、媒体名、そしてお名前を申し上げていただいた後にご質問をお願いいたしたいと思います。明日、これがね、できたら試合に勝てるんじゃないかと思っていると思います。教えてください。技術の面でも気持ちの面でも納得の方です。これをできたらとかじゃなくて、もうね、今俺のスタイルこれをね、やればもう絶対に結果出てくるんで、ただそれだけです。今さっき言った通り、明日は俺の仕事をするだけ、それだけです。I just have to be the best version of myself and listen to my coaches, and everything will plan out. 私の、能力を出せば、このつど結果はついてくると思います。あと、コーナーのことをしっかり聞いて戦いたいと思います。よろしいですか。